大名ふさろうというこの人は大工の棟梁でございまして年はまだ30になりませんがまことにどうもいい腕を持っているそれに射室をこしらえさせるとこの人の右へ出るものが当時ないという人がこんなものはもうとても使えないといういわゆる半端ものがある。 それをなんとか工夫をして「はあ、はあなるほどこうやればできるものなのかなん」という、えー、非常にそういう技が優れておりましてもう一つこの人に余儀がありまして書画の鑑定をさせると商売人も驚くというぐらい草五郎がこれはこうだというまさかと言っていろいろ調べてみると なるほど言った通りだどうも勘がいいというんですかありゃの人間じゃないねあ,あ大名のお年子じゃないのかしらなんというそんなことから大名房五郎というあだ名がつきましたので、えー、申し上げたように年は30前で当時 九代目の市村右左衛門という人に生き移しというまことに苦みはしったいい男で源氏に長吉という弟子を二人置きましてお大名とか旗本屋敷出入りをしているわけなんですがところがどういうわけか懐は死の車というので救急している。じゃ何の道楽があるのかってうと何にもないんですがね。 ただを置くん、ね、困ったものがあると「まあ俺のとこじゃ来てやろ飲んてのことを言う少ない時で23人多い時はもう10人以上も押し返すようにその居候がうやうやいてこれに食わして着せて小遣いまでもあてがうという「なるほどそれじゃいくら稼いだって足りるわけはない」。 <laughs> どうもおかしな人があるもんですが自分は困っても、えー、人の困るのを見ていると黙っていられないという男に、えー、ところがその逆にケチな人ってのもありまして、まあ、我々どもはどうもそれ始終だらしのないことも言って生活もいずれきちんとしておりませんからあまり金を残したとか貯めたなんてものはない。 うーんけれどもまあそのケチな人というものがたまにはありましてね私どもの仲間でケチだと言っていまだに名前が残っているのが四代目の竜さら楽という人がありまして、えー、この人は明治30年頃からえらい人気で売れ出しまして、えー、確か44年ぐらいでしたが亡くなりましたんで。 柳葉の頭取というまあ、今でいう会長を務めておりますので人気はありこの人のあだ名を「オットセイ」と言ってね高座へ上がるとお客様から「オットセイオットセイ!」なんてんで声がかかる。あのオットセイに予防が似ているんですからあんまりいい男じゃありませんがこれを声をかけられて。 ニニコニコ笑いながらお辞儀をするというそのまた愛嬌というものはまことにどうもそれ何とも言えませんでお客様が見ただけでもうクスクス笑うというまことに持って生まれた徳でございましょうが、ねえー、大看板でいながらこの人は大変話の数の少ない人でも有名で当時は半月号体でございまして上関下関といいます。 1>, えー、1日から15日までが上席16日から30日までを下席といいまして15日ですから、えー、15話がなければいけないわけなのところが13日しか話を知らないであと2つ足りないでそれは前にやったものをばもう一遍二2晩はやるというわけで恐らしく話が少ない。 でその当時いたずらなやつがあって「どうだい佐楽の話を前でみんなやっちまったら面白いだろう」<laughs> ってんで普段やらない人がでもあ,あ,あんなもんならってんでずっと話をやっちゃったんですね。で取りで助席から佐楽が遅く入ってきます前座がこ苦労さまや」ってんでお茶を出して帳面を持ってくる。 え帳面というのは出物帳と言い,いまして、その晩前に話をした者の,の、えー、名前の上こうずっと演台が書いてある。で、この帳面を取り上げて、サラクがずーっと目を通していたうん何だよ。みんな出ちまった。俺のやる話はねえじゃねえかって言んでね、べそを書いてそのまんま書いちまった 楽屋も驚いたがお客様もびっくりした帰っちまっちゃいけませんねそういういたずらをされたなんてこともあるところがどうも人気というものは恐ろしいものでさらくが出ると必ずお客様が来るというわけ、えー、この人は随分無学だったんでございますが面白いことを言いましてね「うん芝居の穴」という話をして。 石川五右衛門が南禅寺の山門で花見をしているところ五右衛門のセリフで「絶景かな絶景かな」そこはいいんですが「春の眺めは秋の夕暮れ」なんだかわからない。えー、お客の方では咲楽がとぼけでそんなことを言ってるんだと思ってそこでわっとお笑いになる。 ところがそうじゃない本人はこれは真面目でやっていたんですから <laughs> どうも面白い人があるをこのケチな方でもこの人は有名でございましてそれでも時々弟子などを連れて「おい今夜はなみんなにそばを食わせてやるから一緒に来ないよ」「へそろそろあとからついてくるそば屋へ入ってうさ,うさ,うさあさあさあ俺がおごるんだからみんなな。 遠慮なく何でも好きなものを取って食いなよ構わないああ森でも賭けでもじゃ他のものはいけないんです、えー、何でも食えてないがとい森でも賭けでもってだからどうも驚きますもう一つこの人が癖というんですかケチというんですか楽割というものをばくれないというわけでね、えー、楽割と申し上げても おお客様にはお分かりがないわけでこれはこの我々の収入というものは月給ではなく無制度でございますお客様が何人入ったんで、えー、割と言いますえー、いくらいくらもらうというこれはその入った人員に応じて積制の方で、えー、自分の方の部金を敷いて楽屋入りと言いました後の部金を楽屋に持ってくる。 でそれを主人が持って帰ります。「真打」と言います。で取席の者が自分の家へ持って帰りまして給金漬けというものは芸人にちゃんとしてあるこれはいくら、えー、このものは何がしというちゃんと定めがあるそれに応じてずっとこの金を分配をして明くる晩寄席へ行きますと前座からへ終わりよってんで渡されるわけで,で最後の詩はこの千秋楽でございます。で 勤める席が変わってしまうんでまあ更くの勤めていた席へ行けばもらえますけれどもその他行く程度その割をすぐにはもらえないわけうんこれはね何年経とうとも、まあ、何年程度でもありませんがいくつ来たっても必ず我々はその割というものはちゃんと勤めた人のを取っておいて と、えー、けるとか当人に会った時に渡すもんなんですさら、えー、くもまるっきり出さないわけではない、えー、相当な看板の人とかこの人はうるさいってうのはそれはもう楽割をやりますがこれから以下はよろしかろうというのは、ね、全部没収なんですねで師匠は「割を,くれないであの割を楽割をまだ頂い,いておりませんから」なんてで催促をすると大変機嫌が悪い。 どうも「えあの野郎『落割をいただきませんて』て催促をしやがる <laughs> はあ、しみったれなやつだ」「もう出さない方がよっぽどしみったれなんこれはね勤めて取るべき金なんですがそれをくれないけれどもそんなことをまた戸やこ言って相手は頭、えー、取でもあり」。 人人気のある人だからら憎まままれちゃつまらない一、まあ、日ぐらいは我慢をしようというようなわけでさらくが「楽割をくれない」ということはもう有名だったんで,で当時この「シャレの会」というものを好きなものが集まってやりまして、ねえー「シャレ会」「ダジャレというものは私どもでもよくやりますが本当のシャレというものはあれはなかなか難しいもので、えー、独立して「 それれががちゃんと意味が通らなければシャレにならなななけばにい、えー、仮に「かすりの着物がえもんだけ」かけて「かすりの着物えもんだけ」これは「かすみの衣えもん坂」というシャレでございますね。でそういった具合にちゃんとこの筋が通らなければ本当のシャレじゃない。えー、その当時やったというシャレを聞きました私が覚えてんのがありますが。 福もの読み込み込という何でも呉服についている名前のものならば全部それ読み込んでいいというんで「名船築築夜尺を測る」というしゃれがありましてこれは「弁清祝祝夜川を渡る」というしゃれなんですね。えー「いとりの旦那様お手織りは木綿堂様ながら」というのが で当時伊藤織という反物がありましたんでこれは「古事記の文句です、ね、お通りの旦那様お手元はご面倒どう様ながら」という洒落 <laughs> なんでその時の天に抜けたのが「縮みが三匹そうまった」というのがあこれはあの仙台萩という浄瑠璃の中で仙松が「雀が三匹とまった」と歌うところがその文句でございます。 縮みが三匹そうまったというそういったようなもので百人種の今日は読み込みという題でございましてその時にあの『成平村の歌』で「鹿や降る髪よも聞かず龍田川からくれないに水くくるとは」というあれでしゃれたんです。「さらく筆ないに割りくれぬとは」という。 この時の時天に抜けたそうですがこれを言った時にはみんなもう腹をかえて笑ったテーマですが、ね、どうもケチと言って随分この方ではさら亭てとは有名でございましたがまあ人間というものは何にしても腹の減るということはつらいもんです、うん、私などは大正12年の大震災あの時も多少はお腹を減らしました、ね。 それからあの大東亜戦争あれはやもう大変でしたね配給というんで随分お腹を減らしたという尊い体験がありましてもう体験嫌なもんで「下地里と寒さと恋と比べれば恥ずかしながら下地差が先」という歌がありますが「えー、天明七年に 11代の将軍で家なりという方が将軍職に就きます後にこの人は王将と言われまして大変な子服者で56人とか8人とか子供をこしらいた点ですが随分あったもんですねもちろんまあメーカーは一つだが会社はそれぞれ違ったのかもしれませんがうん大変な子服者でいらっしゃいましたが えー、将軍職に就きましたのが3月その5月にえらい子の米が冒頭をいたしまして倒産するものがあり夜逃げをする往来ではバタ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 ぶっ倒れて死ぬというようなどうもえらい兄様で「ただいまおおおかえり暑かったかい」いや「ああ暑いったって何だっただったびクしょるだああまた嫌なものを見ちゃったようにええー 車坂でじいさんが一人、俺から坂本でおめえ、親子が抱き合って死んでた。骨と皮ばかりだなかあ。痩せ衰えてずいぶん腹減らしたんだろ。つくづくどうも嫌な世の中だな。まったくだよ。それに控えてうちの棟梁はまた異相老好きだな。ええ、昨日も二人引っ張ってきた。 冗談じゃねえなあんなに居候ばかりおいでいってどうしようってんだろう一つの病気だねあんなに居候くてえな何しろおめえ仕事もねえしなあそうだそうだ今注文があったえ茶室をごせいてくれってよへえ茶室あありがてえおお手もいいしうーんどこの屋敷なんのえ <laughs> お屋敷じゃねえねん変なとこから注文だよ変なとこってえだ新寺町のよろず屋だよよろず屋あああああの何かえよろず屋ってえあの名台の締めいったれえ赤西屋ケチベはああの羽子や頭はねえ双貼り底ねえごうつくばりそんなに悪くじゃなくたってい,いやね だけどもあんなろ郎何だってめえ茶室なんぞこせえるんだよ。何 <laughs> だか分からねえがや大方なんだろこういう時世に茶室でもこせえて羨ましがらせようってんでやるんだろ嫌なじじいだねあんたにあけるけったもんな棟梁を引き受けるからなに、<何>仕事をか何引き受けるもんかね。冗談言っちゃいけねえそんなものはごめんこうもるってにち。あっおかえななおかえなな 今言った、何だえ、うん、うんん。よろし屋さんからええ茶室を個性作られてんねバカにしてんじゃねえんだのクソったるでじじいんねに引っことわっちまうねんよ。何だ仕事をかルル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 とんでもねえこと。茶室なんざ結構なことで。俺はもうせちんの古いんでも何でもこれから一生懸命仕事をする。うん。いつもと違うね うん、どういうわけだどういうわけだたっておめえ世の中は見ねえ米は食えねえバタ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 ,バタ人がおめえぶっ倒れて死ぬんだ贅沢なことを言っちゃいけねえ、うん、だって棟梁なんずいぶん人を助けてやってるんじゃんありませんか <laughs> 助けるったって俺たちな焼け石に水だえやったところでちゅってばそれっきりのもんだな。 『こういう時は何と言ったって金が先に立つんだよ』ああ『助けてやりたくた』って肝心の銭がなきゃしょうがねえ茶室をこそえてくださる点ならありがてえこったしついでにあそこの何だ旦那ょうが好きだってえからあの『岩佐又兵衛の軸』あいつを持ってって買ってもらおうと思う」。「うん岩佐又兵衛ってえと俺は何でしょう 死んだお風呂ろのかただってよんねえ,ねえ火事のあるときはお祝いでこれだけは持って逃げつくれあとは何でも構わねえ焼いてもいいがこれだけは必ず出せって言ってました俺ですかうん。だってお前どうしてそんなもの売るんねん <laughs> 親のかただなんだってそんなことを言っちゃいられねえこういうご時世でまさか親のかたを売ったからといって化けて出るようなこともねえだろう なるほどそりゃそうですね、はあ「まあ化けるか化けねえか試しにやってみますか」「何を言ってんあ、じゃあまあいい俺はこれからすぐ行ってくるから」「房五郎は車坂に住んでおりまして新寺町というのはすぐ隣町でございます」えー「ここによろずや万右衛門という七両替をしているというここはもう金は腐るほど持っている」。 ところがこのマイヤ右モン亭人がね大変なケチでもうケチの国から日本へそれをし目に来たというぐらい出すものは自分の息を出すのも嫌だし取るもんなら猫の飲みでも何でも取って自分へつけようというほどのケチンボだが人には妙な癖があるもので、えー、この人はその昭和の瑞亭と金銭を惜しまない。 びっくりするよううな金を出して買うことがあると、えー、というんですか、まあ、とにかくいいものを買っておけば散々楽しんだ後損をしないで売れるないしはまた買った値段よりもよく売れるということもあり掘り出し物でもすれば大変儲かるというので、まあえー、ぐるっと回れば欲も手伝うわけなんでしょうが好きと欲と 二道を駆ける、「好きよく両道低圧で恋後の岩佐又兵衛の軸を持ってきましたが、えー、遠山があってその下に橋がかかってその上を傘を持った人が歩いているというごくあっさりした絵で「旦那いかがでございましょう?」。なるほどね。あ ああ言わさまたべこれは間違いはないねこれはもう出床は確かでございえ私のおふくろなさるお大名から頂戴をいたしましたもので、えー、確かにまたべでございます。うんいくらで手放すんだ五十両でいかがでございますでしょう五十両、うん、うん。まあまあまあそのくらいは取るだろうね、うん 旦那にこれを買っていたただけましたら、本当にありがてえと思うんで実を申しました私もおふくろの形見で、えー、手放したくはねえんでござんすがこういうご時世で何と言っても金がなくっちゃ人を助けてやることもできませんのでこれを旦那に買っていただいたその金ですぐ米を買い 下や浅草に施してやりてえと思っておりますんで。これはまあ旦那とのご相談でございますね。えー、旦那と私の二人名前で。こいつを一つ施しを出してえと思っているんでございますが、いやだよ。え。ごめん、こもりや。うん。ごめんこもっ、こていけねえんでますか。ああ、いやだね。 どう「いうわけ、いやどういうわけもこういうわけもね私はだよこの前もは昔からね施しと塩辛が大嫌い」あ「あ、とお前は何だろそうじゃないんだろこんなご時世に何も茶室なんぞをこさえることはあるまいそんな金があったら助けておやんなさいますと」と本当はそう言いたいんだろ。 「<laughs> とんでもねえ子」って「えー、それは旦那ね茶室は茶室施しは施し別でございましょうどんな世の中でも風流を捨てていいってことはございませんで、ね、えー、そのかわり旦那にこの掛物を買っていただけましたらば」。 まあ、私どもに半端ものとかありものってのがありましてねこいつはもう使えねえんじゃねえかというようなものをうまく工夫をしてああなるほど今のご時世にはまことにいい茶室だというような立派なものを一つ腕を振るってこしれいで差し上げてとこう思ってるんでございますが <laughs> そうかい 「ああ分かったよありがとう、えー、分かっていただけたんでございます」「お前さんね失礼だがいくつになったいえっ寛平さんじゃねえがまだ30になるやならずだんそのお前にね能書を引かされておやおやどうもそれは恐れ入りました」と。 「頭を下げるほど私もまだ盲録はしちゃいないよ」え。えそりゃあね米が食えなくてバタバタ死んでいる世の中を私もまんざら知らないんじゃない。うん私だって貧乏したよ。樽白いから取り上げてこれだけの信頼をこさえあげたんだ。その死の米に困ったこともある。まあそういう時にだ。結び一つ私へ恵んでくれたものはないわ。 そこをじっと歯を食いしばってこれだけのまあまあ私も信頼を作り上げたてわけなんだがね、えー、あんまり施してやったり何かするとかえってねためにならねえもんだね、えーえー。もらい癖というものがついちまってね、うん、こんなものをくれるんならもう少しいいものをくれりゃいいじゃねえかぬんでる。 帰って後で悪く言われたり何かする。だから助けてやるのはためにならない人間ってものはどこまで行ったって一人のもん、ね、それが証拠には生まれる時も一人なら死んでいく時も一人なんだから人は人我は我私は人に迷惑もかけないその代わりまた迷惑もかけられたくないっていうのが私のこれはやり方なんだよ <laughs> えー、おっしゃることはよくら分かります。しかし旦那ねまあそうばかりも言えねえんじゃござんせんが人てえものは自分だけで何ができるもんじゃありませんしね昔からの例えにも「旅は道連れ世は情け」なんてことを言いましてあんまりね聞いたふうな口は引かない方がいいね。うん お前もで、ね、旅は道連れよは情けだなんてそんなことをってやり下がっていると今にとんでもねえ目に遭うよ。え <laughs> この岩佐又兵五十両なら肉はないけれどもねまあ立って欲しくもない、うん、悪いけれども私のうちの蔵の中にはこんなものはうやうやあるんだああこれは買わねえから持って帰ってくれ茶室もよそ。 冗談ちゃけねこっぱやかんなくずで茶室こせられてたまったもんじゃねえあそうだええー、これから私もちょっと出かける用もあるしお前も用もなかろうからああ暑いとこご苦労でしたはい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 帰ってくれはいさようならこれじゃあさすがの房五郎も取り付く島がない影城を抱えてぼんやりうちへ帰ってきたフサロ家へ帰って できたがどう考えてももう忌々いましくってたまらない」とそれから78日たって去るお屋敷から民のボタンのききが届きますでこれは花王党も間違いはないが念のためにお前もいっぺん見てくれというわけで鑑定を頼まれたわけで。 横谷宗民という人はご案内の通り、五代将軍綱吉からお縁をいただいておりましたが、思う支体があって、これを辞退をして町ち彫りになります。えー、主に花房一丁の下絵で彫っております。絵風毛彫りと言いまして、一種独特の彫り方を編み出したという、後藤友場以来の名人と言われている人で、おい 長吉ええおめえちちいいと付けに行ってこいっどちらいい「あのー、新寺町のよろず屋さんへ行ってね猿、えー、お屋敷から庶民の牡丹の目抜きが参りまして鑑定を頼まれましたがこりゃ誠に結構なもので明日はお屋敷の方へお返しをいたしますので旦那はお好きでいらっしゃいますからもしご覧になりたかったら今日の やつ打ちましたら手前いどもいおいでをいただきせと言ってなちょいと行ってこいええ <laughs> ですけど <laughs> なあ統領よしたらいいでやん何もあんなじじいんなこの見せてやったってじゃねえやりなせかい領だってこの間あんなに腹立ってたじゃねえやんかまあまあいい向こうも好きなもんだから、ね、いいものを見せて差し上げてから行ってこい ですけどね、「あんまりお前なんそれじゃあ見めまし何でもいいから行ってこいってんだうん、ええ、その行けってば行きますもんね今日は何だな夕立がありそうだな夕立が」「ええ昨日西の方でゴロ,ゴロ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 雷が鳴ってましたけど <laughs> それっきり立ち消えになりまして、ねええ、夜波に連れて雷もしけてはな、ええ、まあいいや早く行ってこい」ええ。 長吉を不正不祥によろずやいと好きなものはまた格別なものでああ万モ門が大変喜んぜひ拝見をしたいお伺いをいたしますという返事で下や光徳寺の脇に鴨モ屋がありましてその路地を入って三軒目で 小さいながらちょっと庭もあって黒竹などが庭に植わっていようという床の間にはこの間自分が家長をつけた岩様又べへの軸で遠山があって橋の上を傘を持った人が通っているというその掛け物がかかっていようというわけではい <laughs> ごめんなさいよおほらどんどんいらっしゃるまあまあまあどうぞいやどうもこんにちはありがとうさえー、どうぞこちらへ、えー、夏はね 涼しい方が神座になるてことを聞いておりますんで、縁側の方がよろしゅうございましょう。え、そちらへ、ああの、羽織でもおとなすってこないえー、どうぞどうぞ。いや、こんにちはまた。え、棟梁ありがとう。えー、花なぬか、飯食わずとも初夏の会。 <laughs> 確かこれは武尊の句だったね私はもうねいいものがある程度少しぐらい遠くっても必ず見に行く性分でねうーん庶民の牡丹の目抜きはいいってことはね話には聞いていたけども本物は見たことはないからねぜひ拝見をしたいと思って伺いました。 えー、これはね「僧民の一輪ボタン」といいましてねめったにござんせんがいいもんでございどうぞ一つこれでござどれどれどれ、えー、眼鏡はいはいはい <laughs> どううんいいねえ代この塔の切れ味なるでえものはさッとこう いいね、こりゃああ結構なもので名人だねよくやそうみうが久しぶりに目の保養をしましたよ。あ,ありがとうございますてか結構であな何だいボサボサ音がしてきたようだがええー、少し振り出しました。ごなんすがおおお叱り様も何して。 どんな雷は嫌いでもなんですかえ何えー、嫌いほどでもないがね <laughs> 別に好きじゃないけれども大層光ってきたねピャッと稲妻は壁へ染み込むようッジーとチャッと抜けるように降ってきたんうん帰るわけにもいきませんから。 いいろろ世間話をしている房五郎もこの間で懲りているからなるべく差しさえのないような話をしているそのうちああちょっとええー、川屋を借りるがへえへえああご案内をしろへ雇用を足して元のところへ帰ってきてピタッと座る何の気なしにひょいっと床の間を見るさっき 見た時は傘を持っていた人が今度見ると傘を差している我と我が目を疑ってじっと見直すと確かに傘を差している思いなしか遠山も雨にしっとりこう濡れている様子に。 前夜も唸っていた何を思ったかつかつかっと立ち上がり掛け軸を下からくる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 っと巻き上げてええー、やははどこにあああったあったあった。えあ、ー、こあにある箱はああ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 あえああ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  どうしたの、えー「いや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 別にどうしたっていうわけじゃないから『ええー、こないだお前さんがこのかげりを売りたい』と言っていた『ええー、今日は結構なものを見せていただいたそのお礼に、うん、このかけ物を私が買うから』『<laughs> いやそら旦那吉川賞』『ええー、こないだ旦那がいらねえ』とおっしゃったんでまあしも。 よくよく考えてみりゃこれはおふくろの形見で、えー、やっぱり手放さねえ方がいいと思ったんでござんすから「まあ、そんなことは言わないでお前だってあんなに売りたがっていたんじゃないか大売り」え「ええー、だからさお前の言ったとおりいいねでいいいいねで50両で買うよ」。これはもう旦那も こんなものはいらねえとおっしゃったし明日の方でも下がったしろんですからどうか旦那ねもうこれは売らねえんですからもうそんなことを言わないでおいおい,おいどど旦那ど,どうなさるの雨が降ってんおい長吉お止めしろ何をするんだいいじゃないかねだからさ今おうじいいからそうどどいておくれえだから値段のところは後で何度でもまた話に乗るからななまあいいからこれ譲っておくれまあそこおどどどどいておくれでいいから どけってんだこの泥棒、うん、し白いやすがあの物を持ってく方は泥棒てえならない。まんやもんか振り切って旅話で表。て死んでもこの軸だけは話すもんかてんで土砂降りの中を生きせきって <laughs> おばあさんおい今帰ってきた。 あら、まあまどうしたんだよ、ちょいいと冗談じゃないの、お前さ。ずぶ濡れじゃないかねえ棟梁のとこで傘を借りなかったのかねまあまあいいから早く乾いた手拭いをはい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 さあおふき着替えだ着替えだう、ぐしょ濡れたどうもどうしたんですねまあ傘ぐらい借りればいい傘どころのサインじゃねえんだよあもう裏ねえってえから。 これ海賊 <laughs> 私にはえらいことだと思うから <laughs> ようやく掛物を何してきたんだ <laughs> ええ、なんだいあのー、棟梁のところから、えー、旦那にちょっとお目にかかりたいと言ってお弟子さんが「ああそうかこっちに通してああこっちをあれり」。 どうしても売れねえから、えー、旦那に掛物は頂い,いてこい」と言うんでね頂きに上がりましたんでございますからどうぞ一つそれお返しを願いてんだが「なんだないいじゃないか、うん、売りたがっていたものを買うてんだから、えー、いけないてのかいどうしても。え,え,えじゃあ講師はあの、あの私の方でね五十両と言ったけども。 もう十両買うね六十両にね買うからそれで当梁にどうか何して私に譲っておくれて「おじいさんおじいさんなんだよばあさんお前さま五十両だ六十両だってお前そんな高いものをいいんだよ。 んいいじゃんだけどもさねえ六十両うるせえばいいから引っ込んでなそっちええー、そう言ってくれ六十両で買うから、えー、瀬戸寮にこれ私に譲っておくれってねえご苦労ながらちょいと聞いてきておくれされてますか、ええ、じゃあもう、あ何と申しますか行ってまいりますかああご苦労様でした行ってまいりましたええー、どうか。 掛け字は返していただくように、えー、旦那によくそう言っていただけ」とこう言うんでございますからどうか一つ、えー、それ頂い,いてまいります。「うん60両じゃいけねえってのかいいいじゃねえかねお前50両といったものをろえじゃあこうしも,うもう10両十両かねえー、70両70両ならよかろうからおじいさん おじいささん。うる「だってお前さんそんな七十両のおかどうどう,どうわけもわからねえね口を出すんじゃねえっんなの。そっち引っ込んでるえー、七十両ならいいだろうからそうしておくれってえもういっぺんね行ってきておくれ行ってまいりましただめす。え、だめだって裏前ってんのかい?」。 だないやもう,しょうがない「80両もう10両買うから」「おじいさんうるさいよ80両で、えー、譲ってください」って言ってくれよ、ね、そんならよかろうから、ね、もういっぺんすまないが行ってきてくれ」「さあでうんですかえじゃあよろしく行ってまいります」「ああご苦労様どうしたいえまだいけない?」。 ダメかい八十両で、うん、えー、じゃあも,も,もうもうもう十十両か九九十両おじいさんうるさいってんだよ仕込んでる役成りパパ本当に、えーえーえー、じゃあね九十両で今度はね鳥屋、えー、にようんと余裕に視察を頼んでおくれいいかい頼むよ行ってまいりましたやっぱりダメなんで、ねえー、まあ何でもいいから 品物は頂い。だてこんだけとこう言うんだよ本当にどうもいこじな男だな九十両まで出してんだからど目なのかい。えー、えじ、ー、ゃもう清水の舞台から飛び降りたつもりで百両出そう百両で買うからおじいさんうるさいってんだよちっ込んでないそっち。 いやすまないけれどももういっぺん言っておくれよ百、ねえー、両で棟梁に往生しておくれってえよく頼んでおくれ毎度すみませんご苦労だあ行ってきておくれえっ行ってまいりましたどうだったいどうもね旦那のこんのいいにゃあもう棟梁も驚いたってそう言ってました <laughs> そうかい。<laughs> <laughs> えー、じゃあ何か100両で売ってくれるって、えー、旦那がそれほどにおっしゃってくださるならうん100両で、えー、200両ならばお譲りをいたしますがそれが美タ一文かけてもこれはお返しを願いたいと申しました。ええ、200両、うん ろんな馬鹿な話じゃないやねんはじおう前五十… 50? いやだからそういや旦那の方でそんならいらねえとおっしゃるにちげえねえから品物はまちげなくいただいてけるこういうんではねじゃあ,あのかけじおうまあまあまあまちまち、あ、まち、あのまちの,の,の何だって手を出すんだよまだいらないとは言わないよ だな「100両にえっ200両てんのお前そりゃあ少し橋本お前つけ込みすぎるじゃないかいやどうしてもいけないのかいそれでなきゃ困ったなあえー、じゃあこうこうしようえー、20両だけ買おうえ百120両掛け芝頂い,いてまいりますからまあ少しお待ちを」。

なんだ、セりーチをしてるんじゃねえよね、うん。じゃあ100だめなんでございます。えー、200両がビタ一文かけてもこれは売らねえんだからえー、間違いなく旦那んどっから持ってこいとこう言うんでございます。ッと。あとうんうん。ガリガリもうちゃめん。<laughs> じゃあどうしても200両でなきゃいけねえってのかい。え ダメかい。ええええじゃもういい。うん。にに二百両で買う。おじいさ。なんて声を出すんだよ、おばあさん。いいだもそっち引っ込んでる、まあ。いや、えー、まあいやええまあま町だ町だ。今金持ってくるから。さあ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 。二百両。じゃ勘定しとくれ。えあるかい。確かに二百両ございな。あった。うん、じゃ。 このの掛け地はもう私の問題「いいかいどんなことがあっても決して返すようなことはありません返しませんから」と言って棟梁にねくれぐれも念を押してくれいいかいいいかいえわかりましたどうもありがとうああ毎度どうもああご苦労でしたあい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 おじいさん お前さんどうしたんだよ冗談じゃないよしっかりしておくれえ私がわかるかいちょいとねこうやっていごかしてんならなんだと思う私の手だよこりゃ何を言ってやろバカだなお前はえばあさん昔ね古戦の金岡が 仁和寺の壁へ描いた馬は夜な夜な稲を食べたというんだよ。何回その仁王様と馬が稲を食べたの女王様が稲食うわけはねえやない。いやさ描いた絵がね夜な夜な抜け出して田んぼの稲を食ったてんだよ。お前さん馬が稲ぐらい食べるよ。 もっとお前世の中が住んでこらん牛がビールを飲むようになるから何を言ってやるこれはどういうわけで俺がにあげような金で買ったか話をしてやろう <laughs> とにかくよくその訳を私に聞かせておくれどうしたんだねえうん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 ねというわけなんだよあれ へえ、じゃあ何いこの傘を差してる人が雨がやむとつぼめるのかい俺が見てきたえ初め行った時は傘を持っていて雨が降り出したら差したんだ」。まあ大したもんだねえ。 今にこれがおめえ江戸中の評判になってみねえ大変だぞ。<laughs> そうなると「見せてくれ見せてくれ」大勢押しかけてくるだろうねそうなったら私はうちの前合青だけでずっと囲ってね一人いくらってねお足を取って儲けるよ。何を言ってや。 しびったれなこと言うて情けねえ了見ねそんなことじゃないんだよこの噂が高くなってあるお大名の耳へ入是非この品を譲ってもらいたい点で買いに来る初めにつける値段がばあさんいくらだと思うええ千両だよはるねえ、まあ、これが何かいそんなに三千両 それじゃあ儲かるかるら「<laughs> おじいさん売るんだろうね」バカ。「高いね誰が売るもんか手前どものこれは家法でございますのでどうぞ、えー、これはご勘弁を願いたいと言って俺が断る。ねで今度は五千両で譲ってもらいたいという。五千両 まるまる四千八百両の儲けでありがたいじゃないかばそれじゃおじいさんあんまり欲を乾かして損をしちゃつまらないよそのへんで見切って売っておしまいよばかいな誰が売るもんかねこれは手前どもの宝でございましてどうしてもお譲り出すわけにはまいりませんと断ると今度は七千両。 どうかこれはご勘弁をではで両これだけは手放せませんからというとしまいにつける値段がでは1万両得おいおいおいばあさんこの掛け物が1万両になるんだぜおい。1万えうーん おいおいおい,いけねい目ぇ回しちゃったおいおいしっかりなばあさんおい水を持ってきた水をばあさんしっかりなおい<あ>気がついたかおじいさんおじいさんあゆなんだ私をきゅっと抱いおくれよし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 こうか私はお前さんを愛しているよ 何を言やがんね、ちきしょうめ、まあ、気色の悪いばばで冗談じゃねう、まあ、時に表の雨はどうだああなんだかもうこりゃ地雨になりそうだねとにかくこの雨の上がるところを人に見せて早く評判を立てなくちゃいけねえねえー、客をしてな見せるんだこの傘をすぼめるところをね 損をして徳を取れというまあ一万両の仕事だから少しは元もかけなくちゃいけねえからばあさん奮発をしてなあいいよ分かってるよ。その翌日も一日雨が降りましたが三日目になって昼過ぎてからどうやら今日は雨が上がりそうだというので店のものを集めてさあさあ、えー、これからな、えー、吉蔵 それから吉兵衛八兵衛九兵衛兵んみんなな手分けをしてお前はあの青山の方へいいかお前は番長の方それからお前は下屋の方お前は浅草で皆様にどうか来ていただくようにいいかあ,あ大変ですやお客を呼ぶというんですが何しろま平成有名なしみったれでこんな時節になんでご馳走をするのか その上、家宝を見せたいという、まあまあ、こういう時は食い稼ぎだから行ってみようというようなわけで、島の連中が、いや、来るわ来るわ、どうも、近所の者なども集まりまして、もうごった返すというわけで、え今、ー、週はどうも、旦さん、ありがとう存じます。 こんにちは、どうも、お招きをいただきました。ありがとう存じは。えー、こんにちは、え、どうも、こんにちは、ありがとう存じは。えー、こんにちは、なんだ、いろんな声だ。だあ、ご苦労。あ、あよく、皆さんおいで。えー、何か、えー、ご馳走していただきました上に、ご花宝。何か見せていただけると。いや <laughs> えーえー、手前でも、で、うん、宝を皆様に、しそべ、ご覧に入れたいと思ってた。 拝見いたしたいものでございますがうーんご覧に入れますよえー、ここにかけてありますねこの岩佐又部の軸だほうほうなるほど最前から結構なものと拝見をしておりましたが、えー、これはね湯浅又兵衛には違いないがそんじゃそこらにある又兵衛とはまたたちが違う。 うん、これは実に大したもんですよ「ごらんなさい皆さんえようかしかほら山があってその下に橋があるいいかいへへ傘を差した人がいるでしょうね分かってるねへえへ傘を差しているはあ 雨が降っているんでさしておりますうーんまあそうだがね表にも雨が降っているえー、雨は今やんだようでございますが雨がやんだ <laughs> こうだいいかい表の雨がやむとこの描いたある絵がストリレにこの傘をつぼめる。<laughs> つぼめる「そこだええ心にいるてえことを言うあ大したもんご覧なさいねこのね刺している傘をつぼめるところをよく見ておくれはあなるほどへえへえでも拝見しておりましても一向変わりはございませんねん、うん <laughs> さて皆さんこのね表の雨がいやもう雨はさっき止んで日が当たってセミが鳴いておりますわうんこのねさしている傘をねつぼめるからよく見ておくれ別に何ともないんですがなそんなことはないよ。 さしたんだから、つぼめるんだよ。もうつぼめなくちゃならねえ。つぼめろ。つぼめる。つぼめろ。つぼめろ。まだいける。やめとくりゃ。<laughs> お、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 ないしませんね。どうなったんだ昔も,もうつぼめなくちゃならねえんだか話を聞いてみると、これこれという。 「そりゃあ,あなたがはばかり言っている後で何か細工をしたんじゃありませんか」と言われて初めて気が付いた「ちきしょ人をバカにしやがって俺の金を2百両と取り上がってとんでもねえやつだ押し出すの砂利をつかんでもあれだけは取り返さなきゃあってんで前へも真っ青になってガタガタ震えながら立ち上がる。 表から入ってきたのが房ごろ。新しい印番店んの匂いがぷんと鼻をすくよう旦那「あちきしょうへえ」って来やがってまあままあまあまあま,あ、まあ旦那まあ、まあ少しお待ちなんです。あっの話を聞いたことない、えー、旦那がね二0両を出してあんなに欲しがったこの岩佐又兵衛は真っ赤な偽物でね私どもの二階にふたつきばかりゴロゴロしている旅絵師が腕を振るってかき上げました、ね。え 表、えー、具から箱からそっくり本物をおんなしに個性あげたんでね旦那金の付け方をご存知がねえようだから足がちょいといたずらしたわけで少し薬が強すぎたかもしれねえがまあ勘弁しておくんだ、えー、その代わりね旦那こい本物の岩様食べを持ってきました、えー、これは旦那に差し上げますからいやお天気の時はこっちをかけて。 雨の降った時はそっちをかけて、どうかま、あ一つ楽しんでおくんない。いただきました金ですぐ米を買って、施してやったら涙こぼして喜んでました。だんまんざら悪い心持ちはしねえでしょう。何を嫌がった、畜生め。このかけ物で俺は大儲けをしようと思っていたのに。ああ、あの銭もとうとう米になったのかい。<laughs> あなたがあんまり欲深だから旦那の銭を食い物にしまして これはまあ,あ宇野先生のお作であって、えー、私も先生のとこ一番初めにあの小判一両やってかその後んでしたがねこの大名房五郎先生から話を聞いてで面白いと思ってね是非、えー、やりたいからってお願いして。 これもやはりあのー、放送でやった話なんです。であのー、お書きになったものと私の少し違うのはあの入り方やなんかが、あのー、行き倒れがあるところをみんな立って見ているそこにあのー、大名房五郎が来てそして、あのー、かわいそうだから、えー、早く何とか始末をしてやりたいからってみんな あの指してていいるところそういうとこころそううから入っていく芝居は何かと違って場面転換の動向ということはね私どもにはないわけですからそれから鳥がいたのはあのー、原作でしてと、あのー、100両あまで競り上げてそれであれ売るわけなんですよ。でそれでやってたんですけどもね、えー、その考えてヘッと考えてね これもう少しあげたらどうかしらんとはも思ったんですよそれであそこでそんなにおっしゃるんならばってっ片っぽじゃもう喜んで100両で売るんだなと思うと,と200両ならば手放すというとあそこでびっくりするわけなんですねだからどうせ引っ掛けるんだ <laughs> 大きく引っ掛けてやれというようななりでで片っぽでも驚くが何と言ったってそのもう。 傘をねつぼめたりさしたり絵がするってことをそう信じているんだからいくら高くても買うに違いないんですから、えー、高くって片っぽじゃそれでじゃあ200両なら手放そうってことにでその方がなんか話としてはおかしみがあるんじゃないかとそれでやっぱりそのおじいさんに連れておばあさんの方だってやっぱり欲張って、えー、恐ろしくけしたことは。 えー、いたもの夫婦であるわけですからそれはもう50両で何か買うっていうのを聞いてさえも寄せばいいのになと思うわけですよね。と先生は言って「うん、下げをつけたいと思いますが」って言ったら「下げは私はつかないから」って,ってで考えたのがあるからこういうのどうでしょう」って「横山使って言ったらいいと思い えつけても構わないで,、ねえー、ですからその作者がある場合は非常に、うん、こちらも気兼ねをするってことはあのー、直すのにですね、えー、原作をあまりめちゃめちゃにしちゃったらは悪いですしね、うん、だからどういうわけですか昔はねあの新作やりましてはね、えー、なるべくはその作に忠実に それをちっとも違わないようにやっていたんですねしあまり成功したのはないんですよだから私はその作者にはある一部悪いかもしれないけれどもやはりやるものはやるものの考えがあるんだから、えー、やはり書かれた通りを一語一口違いなくやれば作者にはいいかもしれないが それで面白くなくなっちゃってはいけないからやはり演唱、えー、がやれば演唱のやはり、えー、生かし方ってものをですね自分のしゃべりいいように言葉でもあるいは少し違うかもしれずうん筋でもちょっとこうやった方がいいと思うところはやるとだけども大体の個さえその何しなきゃいいわけですからねええー 腰をその壊しちゃって技はもうねそんなもういけませんめちゃめちゃになっちゃう